みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。以前香川県の善通寺に弘法大師空海様が生まれたお寺ですね、生誕1250周年を記念してその生誕祭にお参り行きましたっていう動画あげたんですけれども、その日実は善通寺と合わせて七箇所参りという一日でぐるっとできるミニお遍路をしてまいりました。これね、一日でできるお遍路ということで江戸時代から人気だったらしいですね。善通寺さんの後旅に出た七箇所参りについて、その日一日の Vlog 風にまとめてみましたので、どうぞご覧ください。先達は善通寺と同じく天野幸雄さんとそのお弟子さんの湯野さんでございます。よろしくお願いします。それではご覧ください。高山寺です。高山寺のうさぎ、高山のご本尊薬師如来の湧き物、学校菩薩の左手に持った月から飛び出したと言われるウサギ。かわいい。そうか。今日消え創業弟子無光人未来再起越境宇宙東不邪因不毛古不器古不力不要絶不剣道不信に不邪剣。はい、ご本堂で今お経をあげさせていただきました。続いて大師堂。はいはい、大師堂です。大師堂さっき終わりましょうか。はい、はい、こちらがベイで待ってる、ベイが待ってる。ベイスワカオンベイシラマンダヤ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 スワカオン。ちょっと坂と階段至る所に幼少のお大さんがいらっしゃる。本当だ、これすごい。合掌の隙間にお賽銭を。本当では見られない無理してでもお賽銭したいっていう、はい、ちょっと離れて。仏説マカハニャハラミタ信行漢字財宝作業人ハニャハラミタ自称剣豪一歳区役者利子式不意区区不意式式即税区区即税式重創業式役部尿税者利子税商法区総府商府府商府増府減税航空収務式務重創業式。すごい形の山ですね、これ。そうですね。うん。ポコンって。子供の頃だからこの方ずっとこう走っておられた。自然に満ち溢れたここだからさ。そりゃ足腰は強くなりますね。うん、行くとこ行くとこで農薬まかって。追い出されてんのかな。いい顔してますね。なんかあんま見ない縦長の顔してますね。四国顔じゃない？四国顔なんですか、この縦長の顔は。こちらがマンダラジさん、はい、おー、びっくりした。大わらじ、でかー。大きくなっていくんで、新興物。あー、大仏と一緒ですね、はい、はい。偉大な方っていうのを大きさで伝えるっていう。そう、水のようにこう喜びが降ってくるっていう雲なんですね。これは雲で、てかお水でこう火災よけとかそういうわけではなく、あ、それもあると思うんですけど、基本的にはあの上からドライアイスのように功徳が降ってくる。あ、なるほど、功徳が降ってるんだ、はい。和歌やかな声でご案内します。どんな声なんでしょうか。不老松は笠松大師。おお、ここの我々の小僧というか若い子のね、はい、もうマンダラジさんの、はい、もう自慢の傘のようなお遍路さんがかぶってる傘のような。なるほど、お遍路さんがかぶってる傘のような。本当にすごかったです。すごい。これですかね、私が住職になったのが平成7年だから、はい、だから皆さん連れてきた時まだあったんですよ。はで年々弱ってきて、みんなですっごい力を合わせて、うん、なんとか言ったけど、さすがにね、ここにあったんです。へー、あ、ここの傘が、あの中央の松がバーッと生えていたんだ。これ今、シダでザクが植え替えちゃったんですけど、で、今ね、ご自身いろいろ考えるって泣きなく、それで、その幹をお大師様にされたんですね、はい、なるほど、
そっか、大事ですね。もう松がそのものが、笠松大師っていうのはここのオリジナルでし、我々はなんかちょっとその最後を見ちゃってるから、あ、悲しい、寂しさがあるな。そうですね、もう私にとってはこの笠松大師さんから姿を想像するしかできない、はい、引退の時を見てるから、そうですね日常だったからね、え、寂しいですね、そう思うと。でもすごくあの松の幹の感じとかが、これはでもね、よくすごい大変だと思う。いや絶対大変ですよ。画尺所蔵所悪号無視頓人知重心五位師匠小一歳が今回三画尺所蔵所悪号会あの白いところって言われてる。へえ、田んぼと太陽。田んぼと太陽。だからその周りにゴミ落としてたらダメじゃん。うわ、気持ちいい。この108階段を上がっていくわけですね。はい。うう、骨のいる階段ですね。あ、お遍路の方がいらっしゃる。こんにちは。階段だと疲れないんですけど、はい、この天国の階段みたいな。まっすぐの休憩場所が全くない。遊びがないっていうのは、あの合理的は疲れるっていう。はい。みんなじゃあ。よいしょ、ああ、光が、あ、もうちょっと上です。もう上ですよ、ね、毎回思うけどね、四国来たらドレスになるね。まだまだ先が、まだ You are here、うん、そして陽気だな、陽気十五度、結構上まで上がんなきゃ温度がないで、多宝塔はもう密教寺のみにある。そうですね、宮大工さんが生涯かけて作りたいのは多宝塔って、あ、下が四角で上が円形っていう木組みってすごいことなんです。へえ、そんなに難しいんだ、かっこいいな。新温州の住職になったり、はい、住職になったらこのバスに乗せてみんなを連れてくるという。なるほど。これがまた毎月バス出すよね。へえ。この神田のところの何しろ長老が、あ、そこでうちでいいや。あのいつもの赤で。うわ、すごい。あ、すごい。赤いのついて。今日はすごい日だ。おお。おお。いい景色、すごい。この四国ならではですね。すごい。後ろの岩が全てが仏様で、はい、そこに拝むお堂が後からボーンと、はい、ほーすごい。そうなるとご登場は千手観音様になってくると。へー、死ぬも第71番ご本尊千手観音様ご神言オンバザラタラマキリクオンバザラタラマキリクオンバザラタラマキリクナム大師返上金剛ナム大師返上金剛ナム大師返上金剛。いやー大変だ。おー合唱本当ですね、今だけですね、こんな風な姿なの。うわー、いろいろよく見ると仏様が、そうですね、それから噴火したのか、やりかけで止まったのか、五輪塔ですね、はい、結構ぼんやり出てくる、出てきますね、五輪塔もあるし、外場もほてられてるし、あー、すごい、すごい、これすごい、大大大大で大五輪と。今日は先達がお二人もいらっしゃるという超豪華バージョンでございます。あれも教えられるプロの清めされて薄い感じ、薄い感じ、岩から出てる湧き水を伝って、うん、冷たそう。でこれをピシャってかけて雨水環状になるんですね。私もやっていいんですか。はい、背書きのあれですね。おー、ごめんなさい、勢い余りすぎた。やっぱ霊地はお水なんですね。ね、いやーこれ圧巻ですよ、すごい。あ、行きで見落としてました。ここもたくさんの五輪塔の彫刻が、個性豊かなね。
石仏様、ね、いろんな方に奉納されてますね。すごいな。変の人はね、石仏に会うしかないから、ね、そうですね、うん。これが七福神の？七福神で時間取ってる場合ちゃうで。もう夕日になってきた。はい、珍道中。入ったことなかったの。俺こっちからショートカットばっかりだった。高さんにご案内していただきましょう。どうやって？大きいですね、境内が。そうですね。はい、時間がないので、まずは拝もう。不良絶不見論不信に不邪見で死無公人不摂生不中等不邪因不毛語不記号不悪不良絶不見論不信に不邪見。今日本日最後のお寺、道隆寺様です。素敵な子供が、うん、全部すごく。おお、すごい、かっこいい。この方は本当スマートでイケメンな仁王様ですね。流木っぽい、確かに。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。足もいい、ね、いいですね。あ、目直しのお薬師様。そうです、目直し。へえ、私に、ま、持ってこいじゃないですか。あの目を直すお茶をこう出たら昔はこう配って飲んでくださいっていうお土産物屋さん。あそこのお土産物になんとか茶っていう不思議な茶が売ってるなと思ったら目直し茶なんですね。捕まると結構長くなっちゃう。おしゃべりお姉様がいらっしゃるんです、ね、BGM 必ず演歌です。味が濃いな。モンサブロー、エモンサブローっていう人はあの愛媛だったかな、どこの人だったかな、とにかくお遍路の発祥の人。お大師様が安外中に大きな庄屋の前を通りかかったら右衛門三郎の家だった、はい、すまぬが言ってあの休ませてくれって宅発でお願いしたんだけど、うるせえって取って鉄鉢を叩き割ったんですよ、はあ、そうしたらその鉄鉢が八つに割れて、はい、次々に子供からいろんな人が死んでいくという。で8人死んで、はい、この右衛門三郎の一族が耐えてしまう、奥さんまでが死んでしまう、はい。で私はもうその懺悔のために空海様を追いかけるって言って、はい、でぐる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 回って、はい、で結局21遍回ったけどあかんで、はい、21遍目を逆打ちして回ったら、はい、お大師様に会う。なるほど。正三寺のもとで、そしてそこで息絶えてしまう。でお前の財生はもう消滅されましたぞっていうことになって、はい、持ってた杖を遺体の上に砂をかけて食べたらビューッと伸びて、はい、で死ぬ間際に石に、はい、手に石を握らして、はい、で何になりたいんじゃって言ったら今度はちゃんとした豪族になってみんなの役に立ちたいって言って右衛門三郎再来と書いた石を手に握らして見とったんですよ、はい、そうすると、老後の果てに手を開かん赤ちゃんが生まれて、はい、その赤ちゃんをお坊さんが拝んで手を開けたら右衛門三郎再来に来てた。本当に再来した。 その石を祀っているのが石出寺、はい、石出寺、ああ出た石出寺、へえ。それで右衛門三郎のお像があるんですね。懺悔の旅っていう、ああそれでか、懺悔の旅、ね、懺悔門は必ず唱えた方がいいよねっていう。目直し薬師。じゃあ目直しを頑張ろうか。はい。ノーボーバケバテバイセージャーオバイチュリアハラバアランジャータタヤタヤアラカテサンミャクサンボネアタタオンバイセーデバイセーデバイセージャーサンボリアテソアカオンコロコロセンダリマトギソアカオンコロコロセンダリマトギソアカオンコロコロセンダリマトギソアカオンロボニュタソアカオンロボニュタソアカオンロボニュタソアカオンセンダラハラバヤソアカオンセンダラハラバヤソアカオンセンダラハラバヤソアカ
オンクビラソワカオンクビラソワカオンクビラソワカ。目直しのご神言。目直しのご神言は、薬師如来様の大樹東方行政来世です。で、オンクロコロ少女日光学校菩薩、オン、ロボニカソワカ日光オンチェンダラハの学校、それからオンクビラソワカが十二神将、うん、でその十二神将の時に七千夜叉が動いてくれておられるんですよ。十二の神様の下に七千の子分が、うん、各々ついてるわけですよ、はい、そこまで細胞まで行き渡ってっていうお考えするとバシッと目、バシッと目が良くなる。で昔は夜中から明け方にかけて拝んで、うん、目をキャラの水であろうて、はい、こう拝んで、だからルリコーなんです。ルリコーだ、朝日だ、朝日、東の空の光。そう、へえ、そうやって毛細血管とか目の視細胞に話しかける、はい、お前起きなさいと、そう、いつまで休んどるんだ私の。歩いてるけど、はい、全身全霊って言葉あるから、はい、歩いてんですよっていうことをですね、うんうん、全ての細胞に行き渡るようにするために神言があるんだっていうわけです、はい、だから他のことを考えてよく雑いのダメっていうと、はい、そこです、はい、すいませんすいませんでした、はい、謝り方が雑いから先生最後までご視聴いただきありがとうございました。そして先達をしてくれた天野小雄さん、ゆのさん、ありがとうございました。はい、ぜひですね、善通寺にお参りする際は1日で巡れる善通寺7箇所参り行ってみてください。それではグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回、ナムー。